願いします。ハートをバトンリレー、毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナーです。担当はミッチーナ、毎週ワクワクが止まりません。さあ今週のゲストさんご紹介したいと思います。ソプラノ歌手の倉田みどりさん、こんばんは。はじめまして、倉田みどりです。こんばんは。ソプラノそういうイメージだけど全然ちょっとイメージしですけどね。そうだよね、あの思ってたのとちょっとなんか雰囲気がポワーっとして違う感じなんですけどね。ソプラノ歌手としての活動っていうのは どんな感じで今なさっているんですか。今はですね、かなりそこから離れてしまいまして、あのいろんなミュージシャンやアーティストと即興セッションしたりだったり、自分の曲を書いたり、たまに CM 曲を書いたりとか、ディファンの曲をちょっと書いたりとか、いろいろしてるんですが、結構広くじゃあ、はい、なさってるんだ。そうなんです。クラシックの曲をまたあの6月に歌うんですけども、そうですね、主にそういう変なことばっかりやって、変な、うん、面白そうなのと、ね、先週の B ちゃんもね、なんだか変だけど楽しいみたいなね、そういうのがいいんですよ。 B ちゃんとも同じイベントで共演したんですけど、まだ一緒にやるっていうのは叶えてないので、今度一緒にできたなと思って。不思議よね、そうやってなんか音楽って芸術ってさ、ひょんなことからつながって、まあ、B ちゃんからソプラノ歌手に、ね、つながるの思ってもみなかったから。なんかバーレスクダンサーと一緒に何かやることがあるとは自分の人生でもなかったねえ、本当楽しいですよね。さあそれで、実は今日ね、あの私ソプラノ歌手ですっていうことをお聞きしてたので、じゃあ何か CD とかねお書きしましょうかって言ったら、いや実はね違うんです、今日やりたいことがあるんですっておっしゃるので、何でしょう、何でしょう。ちょっと勝手に歌わせてもらおうかな。勝手に歌わせどうぞどうぞ。あのなんか言葉をですね、よくいただいて、いくつかいただいて、即興でその場で歌うとかよくやってるんですけど、まあ今日分かってるんですけど、いつも3つとか4つとか5つとかあるんですけど、今日少なくね2つね。私がちょっと選ばせていただきますよ、はい、キーワード2つ。まず1つ目クリスタル、クリスタル2つ目花、花季節ですからね、うん、そうですね。以上です。でも勝手に歌って、どうぞ。いいんですか今日ここに来て、ここで歌わせてくれて、やろうって思った。いや特に特になん
なんか、なんかこうパッて飛び込んでやった。へえ、やってみたら。やってみようかなって。やるって、あ、やるなって言ってたんですかね。やってみたら楽しかった。そうですね。へえ、新しいことをやるってなんか、チャレンジってなかなかこう、尻込みしちゃったりとか躊躇したりとかっていうことあまりないですか、新しいことに対して。なんか結構チャレンジングにやる方なんでも多分そうだと思う。あ、そうだよね。だってソプラノ歌手と、ね、即興とはなんか全然違う分野のような気もするしね、うん、クラシックって比較的ほら、あの決められたものをどうやってその忠実にね表現していこうかっていう音楽の世界だから、それはもう本当にあのいいものとして、うん、あの作っていくことはとてもとてもあの素晴らしくて、うん、あの楽しいんですけど、うん、また全然違うことが、うん、はい、それぞれのね楽しみ方がありますからね。あとその即興の歌を聴きたい方は、ライブもね、はい、終わりのようですので告知を少ししていただきましょうか。6月に、3日にですね、ちょっとモノオペラというのを、うん、シアトリカルソングス、はい、武藤武樹作曲モノオペラ、はい、雨の夜一人の女がという、コンサートがありまして、はい、出演者が一人という、私が一人で演じまして、うん、ピアノイーガル、サックスが大石正則さんという素晴らしいサックス奏者をお迎えしました。ピアノが岩本拓郎さんという方と一緒に、はい、総合芸術喫茶栄木というところで7時間あります、はい、素晴らしい。でいくつか実は告知があるんですが、ちょっとねあのお伝えしきれないので、Facebook やブログの方でまたお伝えもさせていただきたいと思います、はい、お願いします。ありがとうございました。倉田さん、じゃあサクッと来週のゲストをご紹介ください。来週はですね、おみみないちゃんというコンテンポラリーダンサーであり身体表現者、とてもあのファンに聞いたと思うんですけど、また新しい音声も楽しみでございます。はい、はい、本日は、ソプラノ歌手の倉田みどりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。